こんにちは、しもとです。今日はですね、ヒデさんも使っていたボックス社のワウの引き比べです。今回引き比べるのがこちら、ボックス V847 と V845 ですね。こちらの2機種、重さはですね、倍までは違わないかな。結構ね、全然違う感じで、仕様もですね、この金ピカ、847ピン、金ピカ、銀ピカなんですけれども、こちら、845は、なんだろう、これ。まあ、鉄みたいな、鉄、プラスチックみたいな鉄みたいな感じの作りですね。というふうにですね、作りは全然豪華さが違うんですけど、こう後ろにもですね、グリップがこっちついてるんですけど、こっちついてなかったりとか、見た目の大きな差はあるんですけれども、侮ることなかれです。非常に素晴らしいワウです、 V845。 こちらもう値段もね、多分半分ぐらい違うんですよね。こっちが高くてこっちがお安い感じなんですけれども、ぜひぜひですね、ちょっと音聞いてください。今回ですね、まあ、クリーン系、クランチ系で、あとまあちょっと歪みが強めな系の3つのパターンで弾いてみております。で、最後にですね、単音です。ビューティー&スティーピッドのソロを弾いております。まあ、その辺弾き比べているので聞いてみてください。早速鳴らしていきます。Wow!
という感じになりました。いかがでしたでしょうか。この V845 ですね、847に勝るとも劣らないというかですね、むしろ若干勝ってんじゃないかっていうぐらいの質ですよね。びっくりします。もうローの出方がぶっちゃけこっちよりもいいですよね。ローの安定感、周波数の安定感みたいなところと、えぐみは断然こっちの方があるなっていう感じがしましたね。まあ、最後にやったビューティー&ステッピーとのソロを聞いていただけたらわかると思うんですけれども、これ頻度高くガシャガシャ動かした時にはこっちの方が深みとえぐみがグワッて出てくる感じはしましたね。でも通常のワウワウワウみたいな感じの使い方だとこっちの方が断然エグい感じがして、ワウっぽいというか、まあよりなんだろう、気持ちが上がるような感じのワウでしたね。
まあ、中身はですね一緒みたいです。でこっち側のバッファーがついてるのかトゥルーバイパスになってるのかっていうだけの違いみたいなので、まあ、全然これでいいかなっていう感じがしますね。まあ、後ろのこのゴムがないからね、あの若干こう家の床とかで滑っちゃったりするんですけれども、まあ、その辺は全然フォローできますからねという感じで今回は以上となります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。